田春馬さん亡き後、多くの芸能人が亡くなっています。皆さん動機なし、衣装なし、すべて自殺と報道されています。ごめんなさい。本当にそうなのでしょうか。ある方が、テレビは核兵器に勝る武器です、テレビは国民を洗脳する装置ですとおっしゃっています。以前はマスコミの報道をそのまま受け入れていましたが、三浦春馬さん事件以降は全く見方が変わりました。ニュースを鵜呑みにしてはいけない、公式発表を鵜呑みにせずに実は何かと考えるようになりました。おかしいことをおかしいと言える社会であってほしい、未来の不幸を少しでも減らしたい。三浦春馬さんや多くの芸能人の自殺行動に疑問を抱いてくだされば幸いです。三浦春馬さんの名誉と尊厳を取り戻すために、私たちは警察に再捜査を求めています。本日チラシをお配りしています。両面に詳しく書いておりますので、手に取り読んでいただければ大変ありがたいです。お話を聞いていただきありがとうございました。おかしいと言える社会であってほしい、未来の不幸を少しでも減らしたい。三浦春馬さんや多くの芸能人の自殺報道に疑問を抱いてくだされば幸いです。三浦春馬さんの名誉と尊厳を取り戻すため、私たちは再捜査を求めています。本日チラシをお配りしています。その上、脳障害を起こしたかのような苦しそうな映像を全国放送した TBS は、BPO 審議を行われ、しっかり検証されるべきだと思います。所属事務所、アミューズは、撮影中、あんなに激痩せした三浦春馬さんを病院へ連れて行きましたか？マネージメントは適切に行われていたのでしょうか。そもそも三浦春馬さんが自殺などするわけがないと一番分かっているのはアミューズですよね。アミューズ発表の当日の時系列が2点3点し、亡くなる前日と当日の正しい時系列の説明を求められているにもかかわらず、いまだ回答がありません。